こに隠れろ。持ち場はあそこだ。全員集合しろ。死にたいんですか。あそこへ。第30軍団とはぐれたんだ。この一軍のせいで探すのもままならん。急ぎたいんだ。手を貸してくれないか。
びたのばかりだ。でも十分食えますよ。レイカ、ちょっと話があるんだな。二人きりの時でしょう。みんなにも状況を知ってほしい。状況って？ベイカー、病院で自分がしたことを認めるんだ。壁に銃を乱射したな。まさかそんなことした。軍曹が正気をなくしたってことですか？いや、何言ってる。俺はまともだぞ、レッド。その前にも病院の中をフラフラ歩いていただろう。フランキーを探していたんだ。日頃からお前が仲間ではなく奴らの指揮官として振る舞っていたら探しに行くこともなかったはずだ。知るもんか。目を開けろ。傷は息をしていない。場所レッド、聞こえてるでしょ。おい、目を開けて。レッド、息を吸って。早く。コリオン、まだ生きてる。そんな声を出すな。息をして。レッド、息をするんです。手は尽くしました。移動しないと。ダメだ。ほら、息を。ほら、レッド、息をしてくれ。撤退しよう。大急ぎで金剛署に戻るんだ。こんなボロボロじゃ事態を悪化させるばかりだ。フライヤーを後ろに。俺がやる。了解。動けそうですか、ウィザー。俺は祈り続ける。殺すなら俺を殺せと。だが無駄だった。フランキーはまだ子供だった。そのあだ名は勘弁してくださいよ、レッド。あいつは助かるだろうか。カミノ、あいつを連れて行かないでくれ。次に誰が選ばれるかは神のみぞ知るだ。あいつを連れて行くな。